1977年の清和駅と、周囲約500メートル範囲。上が、締まりない方面。すでに駅舎反対側のホームはなく、駅舎横と駅裏への引っ込み線もはっきりしない。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成清和駅は、北海道宇流郡幌かな町アザ、清和第二にあった北海道旅客鉄道新名線の、 駅である。新名線の廃線に伴い1995年9月4日に廃駅となった。所在地名より、もともと当地は添え市内五線と呼ばれていたが、呼びにくいために1922年に地元小学校長の発議により、昭和という地名が付けられていたとも。しかし、開駅時、留萌鉄道に昭和駅があり紛らわしいため、清和都市、 開業の5年後の1936年に地区名も、西和に改められた。駅舎は、校内の西側に位置し、開業当初は、駅舎前から深川方に設けられた短式ホーム一面一線と、副本線一本を有した地上駅であった。その後1947年までに、本線が上下2本に増やされて対向ホーム側が、名寄川にずれた。 相対式ホーム2面2線を有する列車交換可能な交換駅となり、駅舎横には切り欠きホーム上の貨物ホームが作られて、名寄る方から貨物専用側線が分岐して引き込まれ、対向ホーム裏には留置線1本が敷かれた。また、留置線の深川方から駅裏戸場前へ、エーリン所専用線が分岐して敷かれた。 英林書の専用線は1957年から1964年の間に廃止されている。貨物取扱いと交換設備運用の廃止後となった1983年時点では、乗降設備は短式ホーム一面一線に戻り、使われなくなった対向ホーム側の旧上りホーム線は、副本線に戻っていた。またその副本線の深川方から対向ホーム外側に、 かつての留置線が、名寄方向の分岐を切られて、行き止まりの短い側線となって残っていた。廃止時点で、副本線と旧対向ホーム、駅裏側側側,側線は撤去され、単式ホーム一面一線と、旧貨物ホームへの側線一線だけとなっていた。ホーム前後の線路は分岐の名残で湾曲していた。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。 事務室部分だけがアルミサッシに変わった小さな木造駅舎で、友人駅時代には待合室に近所の主婦が作った尺投げの造花が飾られていた。駅前広場にはニレ抜きと並んで滅かない町会期70周年記念塔が建てられていた。廃駅後、駅舎は当初の住居から空き家、そして物置として利用されていた。2000年時点では駅舎は 閉鎖状態で残存し、駅前の滅加内町会期70周年の記念塔も残存していた。2002年時点でも同様で外壁が多少劣化した程度であり、ホーム側は物置として再利用されていた。再利用者が転々とし、2003年夏には改装され、食堂となった。2010年時点では食堂は夏季に営業が確認されている。現在は 正面側を解体撤去して鉄骨補強した上でシャッターが設置され農業用車庫として利用されている。ありがとうございます。